校片桐麻美選手スタートです。ゼッケン2番片桐麻美。さあ広田選手のタイム41秒88。ゼッケン2番片桐麻美、1本目1番。なくなっちゃうね。ああ、なるほどなるほど。はい。さあ、今ゴールしました。6番高松尚選手、タイムが、41秒62。前走と変わりませんね、タイムね。すごいですね。今の喋った小山選手はインターハイ優勝しますからね。すごいですね。インターハイ優勝者と終わってますね。ゼッケン7番佐藤真理奈。1本目4番。スタートです。ゼッケン8番。今感謝目まもなくゴール。今ゴールしたのはゼッケン7番佐藤真理奈選手。タイムは41秒24。早いですね。現在第3位ですね。はい、前走で最も遅かった、矢畑選手です。コースの方は多分このコースはつなぎで差がつくと思うんで、つなぎを。ゼッケン8番宮崎純奈、1本目5番。ゼッケン5番宮崎環奈。さあ今ゴールしました船越文雄選手。タイムは43秒97。はい、前走を行いました小山選手が来てくれました。はい、でちょっとコース。ゼッケン5番宮崎環奈、1本目2番。中類 SS、柳沢理香選手スタートしております。ゼッケン16番柳沢理香。さあ松本選手ゴールしました。タイムは42秒40。42秒40です。やはりかなりコースがですね、柔らかくて選手苦戦してみたいですね。あ、なるほど。ゼッケン16番柳沢理香、1本目3番。市立南中学校広田しずく選手スタートです。ゼッケン1番広田しずく。さあ、ゼッケン1番、広田選手が滑ってきております。さあ、続いて、ゼッケン2番。ゼッケン1番、広田静香、1本目10番。解説の原田さんは、靴を取り替える時間ということでちょっと解説席を離れます。
さあ66番、中島選手、おっとラップタイム出ました。39秒27。ゼッケン66番。1位のタイムが更新されました。現在1位から4位までが39秒台。ゼッケン67番、小林博人。一本目2番。選手スタートです。はい。ゼッケン66。さあ今ゴールしました。65番佐藤選手のタイム39秒71。39秒71、2位に食い込んでまいりました。佐藤選手は39秒71。ああ、やはり来ましたね佐藤選手。はいはい。さあうまくうまく。ゼッケン66番、中島雄介、1本目1番。ゼッケン91番、相原太郎。はい、今ゴール。はい、世間90番寺井選手、タイムは41秒34。41秒34、23位のタイムとなります。おー、いい感じできますね。いい感じできますね、はい、でも今あの前半若干失敗。ゼッケン91番、相原太郎、一本目5番。札幌 SS プロダクツ、竹内、リオン選手とお呼びするでしょうかね。ゼッケン57番、竹内リオン。ゼッケン57番、竹内力也、一本目6番。ゼッケン64番、高山慎太郎選手スタートです。はい、ゼッケン64番、高山慎太郎。63番林選手、今ゴールしました。タイム40秒47。40秒47、はい、39秒台が2人。はい、そしてその後はもう40秒台が続々と出ているということですね、はい、やはり体の使い方うまいですね。うまいですね。ゼッケン64番、高山慎太郎、1本目7番。朝日中学校、コン・ハヤト選手でしょうかね。はい、ハヤト選手。ゼッケン56番、コン・ハヤト。さあタイムがこちらの方は更新されておりませんのでね、出てまいりませんが、はい、さあ、まあ、1人目ということで ね、 もちろんファンファーレが、はいはいはい、さあ今滑ってきているのがコン選手となります。さあ続いて、ゼッケン56番、コン・ハヤト、1本目3番。